エネルを倒し空島を後にした麦わらの一味は傷ついたメリー号を修繕すべく船大工を求めて海を進む。その航海の途上、とある島で一味は意外な人物と遭遇した。その人物とは。あららら、こりゃいい女になったな、ニコ・ロビン。ロビン、どうした？知ってんのか、こいつのこと。海兵、海軍本部、大将青木氏。大将ってどんだけ偉いやつだよ。俺がここへ来たのはニコ・ロビンとモンキー・ディ・ルフィ、お前を一目見るためだったが、やっぱお前ら今はしんどくか。いい仲間に出会ったな。しかしお前はお前だ、ニコ・ロビン。違う、私はもう。これだけは言っとくぞ、お前たちはこの先ニコ・ロビンを必ず持て余す。ニコ・ロビンという女の生まれついた星の凶暴性をお前たちは背負いきれなくなる。ここでお前たちの命を絶つのは造作もねえが、クロコダイルの剣で借りがある。じゃあな。海軍大将青木氏が立ち去り、難を逃れた麦わらの一味は次にログポースが指し示す島、水の都ウォーターセブンに入った。過酷な航海で疲弊しているメリー号の修理を依頼するため、ルフィたちは島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーを訪ね、しかしルッチラガレーラカンパニーの職長たちの査定の結果、メリー号は致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられてしまう。その間ロビンは何者かと接触して姿を消してしまう。ロビンの行方が分からず一味が動揺する中、ウソップは解体やフランキー一家に船の修理に充てるはずの大金を奪われるトラブルに見舞われていた。ウソップを傷つけたフランキー一家に激怒したルフィはそのアジトを潰し、その後で一つの決断を口にする。ゴーイングメリー号は苦楽を共にした大切な仲間だが、この街で別れようと。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもおめえみてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィてめえ、今何言おうとしたんだ。めったなこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。
何だと？使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリーゴーはもらっていく。モンキー D ルビー、俺と決闘しろ。目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことくらい知ってる。お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもな。やってみろ。これは勇敢なる海の戦士。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。もうやめてよ。これ以上戦ったら誰とも無事じゃ済まねえぞ。ゴムゴムのもらったぞ、お前の衝撃インパクト。どうだ、チクショー。ゴムゴムのメリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。しんみりしてても始まらねえ。とにかく今はロビンちゃんを探そう。聞いたか？昨夜の造船所の事件。アイスバーグさんが海賊に襲われたってよ。ルフィ、造船所に様子を見に行きましょう。あいつらが犯人か。よ
許せねえ。敵に回すことだと思い知れ。ヘラ、ロビンを知らねえくせに勝手なこと言うな。ピストル、この話は多分もう街に広がり始めてる。もたついてると身動きが取れなくなるわよ。暗殺者どもを逃がすな。早くロビンを探さなきゃ。俺ロビンの匂いを追ってみるよ。する一方だな。えい、お前たち、俺の名を今呼んだのか。
恥ずかしがらずに聞いてみな。俺の名を。ん？俺はこの島一のスーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺は人呼んで、フランキー。なんだあの変態。出てこい麦わら。俺の可愛い子分たちをよくも。おい海水パンツ、俺がルフィだ。お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に、今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。世界で唯一古代兵器を復活させれる存在がお前だ。なぜあなたがポーネグリフの存在を、それに兵器のことまで。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力しているとは呆れたな。あなた、私の何を知っているの？
世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたか。それほど嫌う政府にじゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるから。願い？お前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人無事にこの島を出航すること。そのためなら兵器も呼び起こし世界がどうなろうと構わねえってのか。構わない回ってても仕方ねえ。俺は正面から突っ込んでロビンを探せ。こうなったら見てなさい。死んでもここは通さねえぞ。正面突破は厳しいわね。他に入れる場所がないか探してみる。頼むぞ。なら俺たちはここで暴れて敵の目を引きつけとく。
古代兵器プルトンの設計図、そのありか、多くの犠牲が出る前にお話しください、アイスバーグさん。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン、潜伏など造作もない任務。しかしこの件に費やす時間も制限時間を迎えました。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは、自分が殺される可能性を考えて、設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、弟子を二人取っていた。兄弟子はあなたで、弟弟子はカティ・フラムという男だ。しかし、その男はすでに事故で死んでいるはずだった。だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら、我々も納得できる。あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。うりゃー、ロビン、やっと見つけたぞ。私は先に行ってる。おい待て、行くなよロビン。吠えやしない、諦めろ。海賊の手により消失する。お前たちも逃げた方がいい。逃げられればな。ニコロビンとは二度と会うことはない。我々も
もう一人の重要人物を探さねば。お前ら何なんだよ。本土法、我々は世界政府直属の暗躍機関サイファーポールナンバーナイン。非協力的な市民への殺しを許可されている。こいつら早え。空まで飛べんのか。それになんでこんなに体が硬えんだ。鍛え上げた我らの肉体は鉄の広角にまで高度を高められる。特殊機械が誰かにかなわんはずはない。負けるはずはない。済んだか。そこそこの力はあるようだが、所詮我々の敵ではない。我々 CP9 は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義六式。あまり調子に乗らんことだ。世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差はこんなものではない。せっかくだ、最後に面白いものを見せようか。ネコネコの実モデルレオパルド。外まで。